さらし台。フライブルク刑罰博物館像、カトリック陰謀事件でさらし物にされる、タイタス・オーツ・ストックスさらし台は罪人に対する刑罰として、または被疑者に対する拷問として、これらをさらし物にするために、欧米で使われた道具。さらし台ピロリーは顔、または手足を差し込む穴を形作った蝶つ害の木製の板を持つ。 その板同士は囚人を捕獲しておくために鍵がしてあった。ピロリーは罪人を逃さないようにするため、人通りの多い広場や交差点などに設置し、その際、その罪を詳細に記してあるプラカードを近くに置いた。これらの刑罰は、普通、数時間続けられた。ピロリーは、対象者を立たせ、さらしたままにさせたという点で、足かせのストックスよりも危険であった。 興味本位の群衆や報復行為を行う者から物を投げつけられることもあり、その場合時に失明などの後遺症を負ったり、死に至らしめられることもあった。反面、一般庶民に人気の高い政治家や軍人などが対象となると、支配層への反感を増すことにつながるため、適用が見送られることもある。現代では、刑罰、拷問として用いられることはなく、 もっぱら性的思考の道具に用いられる BDSM やくすぐりフェッチなどありがとうございます。